どうも皆さんこんにちは、カンタウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、本日はとっておきのお知らせをさせていただきたいと思います。はい、こちらです。どうも、予約がスタートになりました。ガズのエッセイ本です。めちゃくちゃいいことを言っている本の、改訂版というかパワーアップバージョンというか、あの最新版のまあものなんですけれども、これが4月の26日にあの主婦の友社様より、出版決定で予約がスタートになりました。ぜひ皆さん予約をお願いいたします。めちゃくちゃいい本になってます。ちょっとあの今日はこの、ことに関するお知らせなんですけど、あのこの本はですね、実は続編というか第2弾みたいな扱いなんですよ。じゃあ第1弾って何っていうことなんですけど、はい、実はガズレレはですね、こういう本をかつて出しておりました。いきなりウクレレ地球一簡単家庭音楽ということでですね、はい、これも主婦の友社様からね、出版させていただいた本なんですけど、めちゃくちゃいいこと書いてあるんですよ。ガズはね、日々ね、このガズレレ YouTube であのウクレレ音楽やるお楽しみをね、皆さんシェアしているんですけれども、やっぱり音楽プレイするっていうイコールやっぱそれだけじゃないんですよね。日常に豊かな時間が生まれるとか、夢中になる時間って最高じゃないですか。こういうこともひっくるめてね、このウクレレとか音楽の楽しさだと思っていて、そういうね、あのこともちょっと いろんなところで発信してるんですよ。ブログを書いてます。もうね、十何年毎日ブログ書いてるし、毎朝7時半からガズラジといってラジオ配信もしているんですね。なんかとにかく音楽プレイする、ただプレイするだけじゃなくて、どういうこの心持ちでやるかとか、音楽をプレイすることでこんなことが手に入るみたいな感じ、めちゃくちゃいい話をいつもしてるんですよ。それをですね、これ2018年の時点でのまとめた本、これエッセイ本なんですけど、これが出版されていたんですけど、これなんとね、あの Kindle とかでは見ることができるんですけど、実際の本はですね、もう売り切れというか、刷った分はもうね、あの完売になっちゃってるんですよね。皆さんありがとうございます。で、じゃあ増刷しようかってなったんですけども、これ2018年の出版なんで、今だいぶガズレレもですね、この頃より状況が変わってるんですよ。このね、本を出した時はね、総再生回数1000万回って書いてあるんですけど、今ね、なんだっけ、6500万回再生とか、もうチャンネル登録者の方もですね、この時点では何名様だっけな、なんかちょっと後で書いとくけど、この2018年の時点ではチャンネル登録者の方このぐらいの数いてくださったんですけど、今も19万5000人ということになって、まあその状況がすごく様変わりしてるもんですから、最新版のガズのいいこと言ってるこのエッセイ本をまた新たに編集してですね、出版 しましょうという企画が進んでおりまして、それがこれの予約の受付開始ということになっておるのでございます。いやー、これはね、嬉しいんですよ。ガズはあの楽譜の方はね、あの皆さん、あの立東ミュージック社さんから出てる このねシリーズとか、この度ちっちゃいあのこのハンディ版も出たりとかしてね、皆さんおなじみだと思うんですけど、あの楽譜はもちろんね、有効に使っていただきたいんですけど、ただ音楽をやるっていうよりやっぱそっちの中身もね、やっぱよく言いますよね、心に一体みたいな感じでですね、やっぱ心とこの夏のこうプレイするっていう動作と、これがやっぱりシンクロするのがいいということで、本当いいこと言ってんですよ、ガズさんって。自分でもね、感心するぐらいにいい話がいっぱい、この本には登場しております。ぜひ皆さん、Amazon 予約お願いします。概要欄に予約の URL 貼ってあるんで、ぜひお願いします。で、しかも、なんでこのね、お願いをするかというと、一個ね、ちょっとね、まあ、裏話的なものなんですけど、今ね、物価高騰とか紙の値段が高くなってるとか、いろいろありまして、やっぱね、これ見てもらうと、1980円って今値段設定になってるんですけど、本来だとですね、1760円でお届けしたいところなんでございます。はい。これどういうことかというと、予約がですね、たくさん入った時点で、この値段になるというですね、なんかゲームみたいな話、なんていうのかな、なんかすごい本当冗談みたいな話なんですけど、これ主婦の友社のね、編集担当の方からもう直々に言われてまして、できる限り皆さんにね、お求めやすい金額にしてもらいたいんですけど、予約がやっぱりね、入ってこう何冊するかっていうことによってだいぶ状況変わるということで、皆さん世のためと思ってという感じは、それも変なんですけど、まあまあ本当にいい本になってますから、ぜひこの予約お願いします。ちなみに前回出していたこの本、これお持ちの方いる方もそうかも、まあ、知らない方もいるかと思うんですけど、これね、めちゃくちゃ作りがすごくね、ガズレレの世界観が表現されてて、こうちょっとね、雰囲気のいい紙もね、いろんなカラー使ってたりとか、いろんな挿絵が入っていたりとか、写真もすごい充実してんですね。で、まあちょっと例えばだけど、たまにこう差し込まれてるこう写真だとか、はい、こんな風景こんなガズがどんなところに住んでるかとか、なんかいろいろこんな様子がすごく盛りだくさんな、すごくこうカラフルなポップでか
カラフルなですね、すごい素敵な本なんですよ。これのさらにパワーアップしたバージョンになってますんで、本当にね、ご期待以上の本になると思います。本当、これから本格的編集作業が始まっていくんですけど、ガズもですね、そこに参加して、いろいろいい本を作る、これからさらにブラッシュアップしていこうと思うんですけど、今回はですね、ちょっと発売までに、時間がありますから、まあ、予約はね、皆さんその間に知っていただいてですね、この本が作られる過程もですね、このガズレレ YouTube チャンネルでちょこちょこシェアしていきたいと思います。今回、表紙お楽しみにしておいてください。表紙にもちょっとストーリー、があるから、ちょっとその辺のこともちょっと今日全部言っちゃって面白くないから、シリーズで、今度出るガズレレの本の、紹介をしていこうと思うんです。あ、そういえば、やべえ、まずタイトル言ってなかった。タイトル大事です。まず一応仮ということですけど、多分これで本気丸でしょう。今もう映ってても見えてると思うけど、はい、これでございます。これ、あ、これ書いたんだ、これ。これです。ドーン！ご機嫌ガズレレデイズ！いいでしょ、これ。ご機嫌ガズレレデイズ。このタイトルがいいんじゃないかと、思っております。はい。ぜひ皆さん、ご機嫌ガズレレデイズ、お見知り置きをしてください。これ、ちょっと長いから、これね、ちゃんとアイデアがあるんですよ。これ、ご機嫌ガズレレデイズって、ちょっとね、アルファベット頭文字で書くと、こうですよね。GGD です。GGD。はい。ご機嫌ガズレレデイズ。これからはね、これで呼んでください。GGD 予約した？こんな感じがいいと思います。GGD 私予約したよみたいな。こんな感じ。GGD 知らないの？みたいな。そんな感じになるといいかなと思います。はい。本のタイトル。これいいタイトルですよね。ご機嫌ガズレレデイズ。デイズってことはさ、やっぱ毎日ですから。毎日デイズ。これがいいじゃないですか。はい。このタイトルでございます。まあ、そういう感じでいろいろ取材をしていこうと思うんですけど、この本のね、池田さんという女性の方で、ライターさんなんですけれども、ね、すごくいい、前回もね、この本で、文章をまとめてくださったライターさんなんですけど、なんとこの女性の方、私、骨髄移植してね、白血病で骨髄移植して、今こうして元気に、生かさせてもらってるわけなんですけど、このね、文章を整理してくれてる、書いてくださってるライターさんの池田さんはですね、なんと実のお兄さんは、病気になっちゃった時にご自身がドナーの提供する立場としてそういう経験をなされたという方で、なんかそういうね、すごい素晴らしいなんかストーリーもね、すごくこういうこの本のシリーズには、主婦の友社から出てるね、本のシリーズにはやっぱありますから、そのエネルギーもね、皆さん感じ取っていただければなというふうに思うんですけど、その池田さんになんかいろいろお話を僕が聞いたり、面白いですね。この僕が出す本のライターの方に僕がインタビューするとか、今度表紙もね、ちょっと楽しみにしてくださいね。あと編集の、篠明さんという編集者の方にいろいろ話を聞いてみるとか、カメラマンの方にいろいろ話を聞くとか、そんな感じでシリーズでちょっとアップロードしていこうと思う。それもお楽しみにしておいてください。そしてですね、この本、出版を記念しましてですね、イベントを開催しようと思っております。詳細はもうちょっと詳しくなってから YouTube などでまたご案内していきますけれども、5月上旬あたりに、東京でですね、無料の、まあ、トークイベントとか、まあ、サインしたり、トークしたりとか、まあ、ちょっと演奏もあるかもしれません。そんなイベントをね、今、企画しているところでございます。こっちはですね、なんて言うんだろう、本を買ってくださってる人が参加できるという無料イベントなんで、また詳しく、情報を公開しますけど、このお店で予約しないとダメとか、ここで買った人じゃないけどダメというものではないんでですね、まあ、ご安心して、この Amazon の予約、この予約をお願いできればというふうに思ってます。ちょっとね、ちょっとだけ雰囲気の写真をちょい出し、こんな感じ、この写真撮影は去年の秋に撮ったんですけどね、南信州の美しい景色がいっぱい出てたりなんかするということでございます。はい、お楽しみにしておいてくださいませ。いやー、このお知らせがね、できるのをめちゃくちゃ楽しみにしていてですね、この本のお問い合わせもすごく多くてですね、この本がもう買えないんですけどということで、それ結構心苦しかったんですけれども、いよいよ2024年、新しい形で皆様の手にお届けできるということで、嬉しいです。はい、お願いします。引き続きね、リットミュージック社さんの方の楽譜の方は今年もね、どんどん出していくんで、まあ、あっちもこっちも、はい、よろしくお願いします。さ、そんな感じで、本日はガズの新しい新刊の予約がスタートしたよというお知らせ、第1弾のお知らせでございました。よろしくお願いします。明日、とうとう松本でーす。はい、こちら、ポップアップショップオープンになってますよ。よろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら、バイバイ。